はい、イズログです。今、ジモティで、食器を、めちゃくちゃいい食器もらって、まあ、帰りにね、本来ここじゃなかったんだけど、まあ、パワースポットがいっぱいあるから、ちょっとパワースポット寄ってみようぜっていうことで、唐松神社か。どうやらここはなんかパワースポットらしいから、まあ、ちょっとここ行ってみようかなって思います。いや、でもこれ、すごいところらしいね。パワースポットか。でも、いやでもね、パワースポット秋田ありすぎるね。ありすぎるっていうのはね、パワースポットって検索するとね、めちゃくちゃに出てくるんよな。はい、まあ、本来こんなことしてる場合じゃないんだけど、桜がもう咲いちゃうから、桜が咲くまでにはね、里籠もりフェンスもオープンして、あれなんだわ、もうやんなくちゃいけないからね。お、こんにちは。こんにちはをね、めちゃめちゃ連呼して、それを無視してちょっとなんかな、気が悪かったけど、いやでもこれいいね、すごいとこだこれは。もうちょいゆっくり行きたいな。まあ、さっきね、こっちにお賽銭入れて、あ、ちょっと、そしてこの福みくじを、だからね、最低200円がいるようだと。はい、じゃ入れて、おみくじと引いてみました。おみくじおみくじも久しぶりだね。あ、いやでもここいいとこだね。開封する間ちょっとここなんかこの円がいいね。あ、円だから円なのか、そういうことなのかな。丸い、うん、開封がうまくできんの。はい、できた。はい、できた。はい、できた。はい、このおみくじ、まあ吉、このみくじに合う人は種をまき苗を植え、月日の恵みと努力により実るように、新たにことを始めてゆく日夜を怠らなければ神仏のご加護あり幸せが訪れる。まあ、まさに今の俺の状態だよね。原稿2種もサボれば、年功二種もサボればね、まあ、ダメになっちゃうよと。お、これは何か意味があるのか。これ吹き抜けっていうか、なんか屋根が、屋根は屋根になってるな。まあ、病気は少し長引いても回復、恋愛縁談、心を新たにすればよし、心を新たにすればよし。深いな。待ち人来るとも遅し、遅いんだね。訴訟は急げば叶わず、ゆっくりと対処すればよし。失い物、なくし物、外より出る、外よりいずる、売買ともに慎重なればよし。建築移転、考えを新たにすればよし。旅行よし、金運、勤めること多ければ開かれる、受験努力重なってよし。
まあ努力しましょうっていう感じだよね。まあ一応努力しないでどうにでも転がるよっていうことだよな。まあまあそんな感じだよな。もう恋だな。いやでもここいいな、なんかいいな、やっぱりなんかこうパッとこう空気がいいなって思っちゃうよね。いいところってなんか嫌なところって本当に空気が嫌だよね。それは言えてる。おお、どうした。なんか動画を回してながらポケッとしちゃうもんな。全部なんか意味がありそうだもんね。まあやっぱ水辺がいいな。こけては水没 しないようにな。なんかさっきここら辺で鯉が跳ねたけどどうしたんだ。ちょろ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 流れる水っていいね。いやでもなんか絶対風水的な何かがありそうな気もする。まあ風水知らねえけど。いやーでもねマジ疲れてるんですよね。まあ去年プレオープンまでね単管のカーポートまで頑張って組んで、それがたまらなく、そうなんだろう、なかなか突っ走ったよね。でもよく突っ走れたと思うよ去年は。玉大臣読めねえな。あのこれ庭園をぐるっと回れるんだね。なんだろうこれ、微妙に道祖神な気もしないでもないが違うな。いやまあいいか。福島のスキー場バイトの時にね道祖神を行ってからね道祖神をめちゃくちゃね巡りたいんだよな。早く道祖神も巡らないとな。まあこうここ一周できるようになってんだね。へえ。すげえ苔生えてる。いやーでもいいな。なんかもう本来は早く帰んなくちゃいけないんだけど、なんか別にもうちょい痛いなっていう風になっちゃうよなこういうところって。だからパワースポットなのかな。やっぱり気ぜわしいよね、落ち着かない、パワーがない、パワースポットじゃないところ、逆にパワーを取られるところって気ぜわしいよね。気ぜわしいっていうのかな、心落ち着かないよね。いやー苔がいっぱい生えてるな。怖っ。まあでもちゃんとチューリップ植えてある。すごいな。今度はの裏か、ここが正面だね。
分も映りたいな。どうだろうか、映っているだろうか。あ、でもなんかあっちにも行けるんだな。多分冬場水が凍るときに、凍るか凍らないかのときになればあっちまで歩いて行けそうな、なんか渡りがある。はい、じゃあ唐松神社の本堂かな。まあ、大体あそこがね、社務所なんだよね。あ、どうなんだろう、この石の上歩いた方がいいのかな。そういう作法とかって全くわからんからな。手水を、手水か。結構こ手水な。秋田県の指定文化財だと。あ、まだ大山なんだ。まだ秋田まで30キロあるからな。いや、でもいいね。唐松山、唐松山。神様いるわな。あ、でもやっぱりね、五条目町の小学校にもね、ああいう相撲のね、土俵があるんだよ。やっぱり相撲の土俵ってあるんだよね、特に神社ね。相撲の土俵と神社って何か関係あるのかね。おお、こっちから見るとなかなかいいね。高っ。やっぱり一本杉ってかっこいいな。じゃあまあ一旦ぐるっと回ったんで戻りますか。まあ一応早く戻って、まあ部屋の片付けやって、あと布団が干せないんで、まああとはいろいろ、一応荷物を一旦元の場所に戻して、そんで整理始めるっていうところから始めます。で、あとはね、納屋の棚を作りきんないと、物を納屋に全部ぶち込んで作業スペースができないんで、まあ、そこからやっていきます。じゃあ、まあ、お参りはこんな感じで終わりますね。唐松神社でした。